はい、望月凛です。今回は作家であり社会評論家でもある立花明さんの書かれたバカとムチを解説していきます。この本は一言で言うと身の回りにいるバカな人の特徴を教えてくれる本だ。バカな人か。ああ、この本ではバカとは自分を過大評価している人だと書かれている。過大評価？ああ、お前の周りにどう見ても冴えないのに自分は日本で一番喧嘩が強いとか、俺がモテないのはおかしい、俺をもっと評価するべきと言っている変な人はいないか？ああ、たまにいますよね。冗談かと思ったらなんか本気で言っているみたいなんでちょっと怖くて避けてます。うん、バカは20くらいしかない自分の能力を80とか90くらいだと本気で思い込んでいるんだ。それは気の毒ですね。ああ、逆に優秀な人は自分を小さく見せる。小さく？ああ、能ある鷹は爪を隠すなんてことわざの通り、褒められると自分なんてまだまだですとか、そんなことないですよという。ああ、確かに頭のいい人ほど謙遜しますもんね。ああ、バカと違って優秀な人は自分の能力を小さく見せていることが多いんだ。でもなんでそんなことをするんでしょうか？うん、その理由がよくわかるのがこのバカとムチという本だ。今日の授業を受ければそんな身の回りにいるバカの特徴を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せているだな。さてここではなぜバカが自分を大きく見せるのか、その理由を説明していく。はい。結論を言うと、バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せているのだ。群れ？どういうこと？うん、話は原始時代の頃に遡る。太古の昔、私たちは150人から200人程度の群れの中で生きていた。今と違ってコンビニもないし、猛獣もうようよいるし、痴漢だっている。今は一人で生きていくのは難しいことではないが、その頃はもし群れからのけものにされて一人になってしまうと死ぬ確率が高かったんだ。なるほど、今と違って一人になったら終わりの時代か。ああ、その頃は一人になることは死を意味していた。そして面白いことに、私たちの心はこの頃に作られたものなんだ。へえ。だから私たちは仲間外れにされるのが怖いし、会社や学校の些細な人間関係のトラブルにとんでもなく危機感を抱くんだ。確かに一人ぼっちってなんかきついですもんね。それって昔は一人ぼっちだと死ぬからだったんですね。ああ、そうだ。ではどういうやつが群れの中から仲間外れにされていたのかというと、それはバカなやつだったんだ。バカなやつ？なんで？うん、シンプルに足手まといだからだ。例えば狩りをしている時にバカが大声を出したり足音を立てたら獲物が逃げてしまうだろう。あ、はい。それに空気が読めなかったり仲間から拒絶されると最終的に群れから追い出されて一人になってしまう可能性があった。確かにそうか。そこでバカはどうするのかというと、自分の能力が低いにもかかわらず自分を大きく見せるようになったんだ。なるほど、バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せているのか。そういうことだ。このような理由で私たちの身の回りにいるバカは自分を大きく見せているのだ。次は、優秀な人は目立ちすぎると叩かれるだな。さてさっきはバカが自分を大きく見せる理由を説明してきた。ここではなぜ優秀な人が自分を小さく見せるのかを説明していく。はい。それは優秀な人は目立ちすぎると叩かれるからだ。叩かれる？ああ、さっきも説明した通り、太古の昔、私たちは150人から200人程度の群れの中で生きてきた。あ、はい。そこで生き延びて子孫を残すためには、他の男性や女性よりも異性に選ばれるように自分の有能さをアピールする必要があったんだ。まあ今で言うとイケメン、高身長、頭がいい、高学歴、高収入などだな。はいはい。だがむやみやたらと優秀なことをアピールすればいいというわけでもなかった。え、なんで？ガンガン自己アピールした方がモテるでしょう。うん、確かにそうなんだが、目立ちすぎて同性から反感を買うと引きずり下ろされたり恨まれてしまう可能性があるんだ。え、なんで反感を買ってしまうんですか？うん、説明しよう。それは同じ同性からしたら、優秀な人はパートナーを探す時の大きなライバルになるからだ。ライバルか。ああ、例えばクラブでお前よりも高身長でイケメンで高収入の人がいたら、女性はそっちを選ぶだろう。いえいえ、まあ確かにそうですね。でももしその高身長でイケメンで高収入の男がいなければ、お前が美女に選ばれる可能性が少し上がるわけだ。まあ
少しですけどね。ああ、だから自分よりも優秀で目立っている人はパートナー探しの邪魔になる存在なんだ。なるほど。実際に私たちの脳は自分より優れた人を見ると損失を感じて、自分よりも劣った人を見ると報酬を感じるようにできている。へえ、だからワイドショーで自分より優秀な人が叩かれているのを見ると気持ちがいいのか。そういうことだ。今のニュースや SNS では経営者、政治家、芸能人、有名 YouTuber はものすごく叩かれる。それは自分よりも優秀な人を一人でも引きずり下ろしたいからだ。逆に対して有名じゃない YouTuber や芸能人が不祥事を起こしてもふーんくらいで終わりだろう。確かにそうですね。それは目立っていないからだ。そういうことか。ああ、このように周りに優秀なことがバレて目立ちすぎると今も昔も四方八方から足を引っ張られてしまうわけだ。だから優秀な人はあえて自分を小さく見せてしたたかに目立たずに結果を出す必要があった。なるほどな。まあ、脳ある鷹は爪を隠すということだな。面白いな。ここでは周りに優秀なことがバレると敵を作ってしまうから優秀な人は腰が低くなり自分を小さく見せているということを覚えておいてくれ。次はバカの問題は自分がバカであることに気づいていないことだな。ここではさらなるバカの特徴を説明していく。はい。それはバカは自分がバカであることに気づいていないということだ。気づいていないのか。ああ、もしそれに気づいていたら恥ずかしくて仕方がないはずだしな。確かにそうですね。実際に心理学者のダニング博士とグルーガー博士は能力の低いものは自分の能力が低いことを正しく認識できているのかを確かめるために実験を行った。その実験では頭の悪い生徒たちと頭のいい生徒の2組に数学的な能力や国語の能力、そしてユーモアのセンスなどを測るテストを受けてもらい、その結果と自己評価を比較するというものだった。はい。その結果、頭の悪い生徒たちは実際の平均点数が12点だったのにもかかわらず、自分たちの能力は68点だと思い込んでいたんだ。つまり頭の悪い生徒たちは自分を5倍以上も過大評価していたってことですか？そうだ。しかも本気だ。一方、頭のいい生徒たちは実際の平均点数が86点だったにもかかわらず、自分たちの能力は74点しかないと思っていたのだ。へえ、頭のいい人たちは自分を12点も低く見ていたのか。ってことはやっぱりバカは自分を過大評価して優秀な人は自分を小さく見せているんですね。ああ、それだけじゃなくバカは自分を過大評価していることに全く気づいていないんだ。なるほど。そのため勉強ができない人ほど勉強ができると自信満々に思い込んでいるし、ユーモアがない人ほど自分はお笑い芸人レベルのユーモアがあると思い込んでいる。おまけにバカは歌が絶望的に下手なのにプロレベルだと自信を持っているんだ。恐ろしいな。ああ、ここではバカの問題は自分がバカであることに気づいていないことだということを覚えておいてくれ。そしてお前の周りにもこういう人がいるはずだ。次はバカにつける薬はないだな。ここではバカは現実が見えていないということをさらに詳しく説明していく。はい。それはバカにつける薬はないということだ。バカは治せないってことですか？ああ、そうだ。さっきの実験でもわかる通り、バカは自分を5倍以上も過大評価しているし、自分がバカだということに全く気づいていない。でもそのテストの点数とかで現実を教えてあげれば治るでしょう。数字は嘘をつきませんし。うん、そう思うだろう。はい。だがバカは自分の能力について客観的な事実を説明されてもその事実を正しく理解できないんだ。え？だから自分の評価を修正しないばかりかますます自分の能力に自信を持つようになる。なぜならバカの頭の中では自分は天才で周りはバカだからだ。だから自分より下だと思っているやつに何かを言われても全く聞く耳を持たないし理解もできない。まさにバカにつける薬はないのだ。次は日本人の3人に1人は日本語が読めないだな。ここではそんな頭の悪い人がどのくらいいるのかを説明していく。はい。結論を言うと日本人の3人に1人は日本語が読めないバカだ。結構多いな。ああ、実際にイギリスやアメリカ、日本を含む38カ国で言語力や読解力、数学的な能力、IT スキルといったあらゆる能力が測られた。はい。その結果、
日本人のおよそ3分の1は日本語が読めないことや、日本人の3分の1以上が小学校3から4年生以下の数学能力しかないこと、そしてパソコンを使った基本的な仕事ができる日本人は1割以下しかいないという地獄のような結果が出たんだ。確かに微分積分とかサインコサインタンジェントとかもう覚えてないな。でもさすがに誰でも日本語くらいは読めるでしょう。うん、ここで言う日本語が読めないとは正しく理解できないという意味だ。正しく理解できてないか。ああ、つまり文字を追うことはできてもその文字が何を意味しているのかを理解できないということだな。ホリエモンは文字を読めない人の方が圧倒的に多い、話し言葉だとわかるみたいですと言っている。確かにそんなこと言ってたな。あ、じゃあ3分の1は教科書とか説明書を読んでも内容を理解できないってことですか？うん、そうなる。しかも世界中と比べると日本はまだ頭がいい方なんだ。そうなのか。でもそんなに頭の悪そうな人ってあんまり見かけませんけどね。誰でもネットくらい使えるでしょう。うん、そう思うのはお前がネットやパソコンを活用できる人に囲まれて生きているからだ。実際にテレビや雑誌などのメディアに出てくる人は高い偏差値の人ばかりだし、社会を動かしているのは頭がいい人ばかりだからな。だが意外とバカは多いんだぞ。そうなんですね。そしてこの人たちは高度化する知識社会の中で端に追いやられていて、見えない存在にされているとこの本に書かれている。見えない存在か。ああ、ここでは日本人の3人に1人は日本語が読めないという事実を覚えておいてくれ。わかりました。次はバカと話し合いをすると損をするため誰も関わりたがらないだな。さて、ここではバカと優秀な人の関係を説明していく。はい。結論を言うとバカと話し合いをすると損をするため誰も関わりたがらないんだ。損か。ああ、実際に頭のいい人とバカが一緒に議論をするとバカに引きずられて合理的な判断ができなくなることが分かっている。へえ。ほら、シンプルにテストの点数が30点のやつと90点のやつが協力したら平均点は60点になってしまうし、ゲームの上手いやつと下手なやつが一緒にチームを組むと成績はガクッと下がってしまうだろう。確かにそうですね。このように優秀な人とバカが一緒に議論をすると話が進まないし、バカに引きずられていい判断ができなくなってしまうんだ。実際に認知心理科学者のバハドル・バーミラが行った実験で、優秀な人と優秀な人が話し合いをするとプラスの結果が得られるが、2人のうち1人の能力が劣る場合は話し合いによって結果がどんどん悪くなり、最終的にはコイン投げで意思決定をした方がマシになることが分かっている。じゃあバカと話し合うくらいなら1人で決めた方がマシなのか。ああ、3人寄れば文字の知恵ということわざがあるが、それはそこそこ優秀な人が3人集まった場合だけだ。1人でもバカが混じるとうまくいかなくなるのだ。残酷だな。先ほど知識社会の中ではバカは端に追いやられていて見えない存在になっていると言ったが、その理由はバカと関わると損をするからだ。そのため優秀な人は同じく優秀な人とだけ関わるし会話をする。実際に動画配信を行っているネットフリックスは優秀な社員だけを残してそれ以外の社員を解雇したところ生産性が大きく上がった。このようにバカと話し合いをすると損をするため誰も関わりたがらないのだ。だからバカは孤立しやすいんだろうな。次は、民主主義がうまくいかないのはバカと優秀な人が一緒に決めるからだな。ここではさっきの話をもとになぜ民主主義がうまくいかないのかという壮大なテーマに切り込んでいく。はい。それはバカと優秀な人が一緒に決めるからだ。なるほど。会社であれば優秀な人だけを採用することができるかもしれないが、民主主義ではみんなで何かを決めなければならない。すると自分のことを過大評価しているバカが消費税を上げるな、富裕層の負担をもっと上げろ、移民は嫌だ、防衛費は払いたくないけど防衛しろ、病気になったら医療費は保険でカバーしろ、年金はちゃんとくれと大声で言い出す。そして甘い言葉をかけてくる政治家に票を入れてしまう。このようにバカと優秀な人が一緒に決めるから民主主義はなかなかうまくいかないのだ。そうか。それなら頭のいい人だけで決める独裁国家、例えばシンガポールや中国の方が経済発展しやすいとこの本には書かれている。つまりバカな人は黙っていなさいということだ。
そんなこと言っていいんですか？言っちゃダメな事実を言うのがこの本だ。そうなのか。でもですよ、実際は民主主義なわけなので、みんなで決めていかなきゃいけないわけですよね。ああ、その場合優秀な人はどうするのかというと、話し合いを諦めて一人で生きることになる。え、一人？ああ、まあ簡単に言うと日本を飛び出して海外に行くみたいな感じだな。なるほど。そうやってバカと距離を取ればバカに引きずられずに済むというわけだ。このようにこの本では、民主主義がうまくいかないのはバカと優秀な人が一緒に決めるからだと説明されている。すごいこと言うな。次は、無知なことは何も悪いことではないだな。さて、ここまでは救いようのない話をしてきた。はい、絶望ですよ。ここからは少し希望の話をしていく。お？それはバカと無知は違うということだ。試しに広辞苑を引くと、バカは愚かなこと、無知は知識がないことと書かれている。つまりバカは自分が分かっていないことが分かっていないタイプだ。だが無知は違う、自分が分かっていないことが分かっているタイプだ。つまり現実は見えている。この違いが大きいんだな。へえ。自分が知らないことを知っていれば必要なことを調べようとするし、分からないことを誰かに聞くことができる。家電の使い方が分からないのなら説明書を読んだり、 YouTube のハウツー動画を見るし、書類が書けないのなら役所に電話して書くし、確定申告のやり方が分からないのなら税理士さんにお願いすることもできる。そうですね。いい炊飯器が分からないのなら価格 .com で調べるか、もしくは店員さんに聞く。勉強が分からないのなら参考書を読むか、もしくは分かるように説明してくれる塾に行く。はいはい。このように無知なことは何も悪いことではない。分からないことは学べばいいだけだ。そもそも全てを知り尽くしている人間なんていないからな。だから自分が無知なのであれば、勉強して必要な知識を補充すれば人生はより豊かになっていくだろう。最後は、バカは学べないだな。先ほどは無知について説明してきた。ここではバカについて説明していく。はい。結論を言うと、バカは学べない人だ。なぜならバカは自分が分かっていないことが分かっていないからだな。分かっていないことが分かっていないか。ああ、例えば生活保護の申請をするとしよう。はい。だがバカはその制度を発見して正しく書類に記入して申請することができない。優秀な人がここにこう書いてあるじゃないですかと言うが、バカはそれが理解できない。誰かからフィードバックを受け取ってもどうしていいのかわからない。わからないことがわからないから何も恥ずかしくないし、自分を過大評価しているから人の言うことを素直に聞けない。どうしようもね。あ、この場合バカはどうすればいいんですか？誰か頭のいい人が根気強く接して救ってあげるしかないんだろうが、残念ながら能力のある人はバカとは関わろうとしないからな。何度も言ってきたが、バカにつける薬は基本的にはないんだ。そんな、頭を良くする方法とかないんですか？一応この本には電極を埋め込んで認知能力や記憶能力を上げたり、 ADHD の治療薬として使われているリタリンという薬を使うことで知的能力を上げるという対処法が書かれているな。電極？サイコショッカーじゃないですか。確かにあんまり現実的じゃないな。そうですよ。でも知的能力を上げる薬であるリタリンを使うのはいいかもしれないぞ。まあそうか。とにかく自分が分かっていないことが分かっていないと何も学べないんだ。まとめだな。バカは自分を過大評価している。バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せる。優秀な人は目立ちすぎると叩かれるから自分を小さく見せる。私たちの脳は優れた人を見ると損失を感じて、劣った人を見ると報酬を感じるようにできている。バカの問題は自分がバカであることに全く気づいていないこと。正論を言ってもバカには話が通じない。そのためバカにつける薬はない。日本人の3人に1人は日本語が読めない。バカと話し合いをすると損をするため誰も関わりたがらない。民主主義がうまくいかないのはバカと優秀な人が一緒に決めるから。無知なことは何も悪いことではない。無知なら学べばいい。だがバカは何がわからないのかわからないから学べない。バカはリタリンなどで認知能力を上げるといいだな。なんかすげえ暗い気持ちになったんですけど、これだとバカは未来がないじゃないですか。まあな。だがもしかしたら私たちもそんなバカの一人かもしれないぞ。なに？なぜならバカは自分がバカだと気づいていないからだ。なるほど。そうならないためにも自分を過大評価せずに、もしわからないことがあるのならわかりませんと正直に言って学び続けるといいだろう。最後に、バカは自分を過大評価して、優秀な人は自分を小さく見せる。これをしっかりと胸に刻んでおいてくれ。
それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。